こを見てほしいっていうのも実はあんまりなくて、なんだろうって思ってほしいです。見る人にとって本質的なものを捉えるためにどういったものを作ればいいかっていうのを探していきたくて。彼女が生み出すのは写真なのか、それ以外なのか。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。現代美術作家八木優奈、建築の仕事がきっかけで始めた写真、それが徐々に周りから評価されアーティストに。そんな彼女の作品は光や見る角度によって表情を変える。最初は本当に普通に写真をきれいに撮って額装に収めるっていうことをしようと思ったんですけど、何かこう違うなっていうのが自分の中にできて、これはこうって思い込むとそれにしか見えないんですけど、ちょっと裏切るような見え方がすると自分の中に思い込みがあったんだっていう気づきが生まれると思うので、そういう作品であってほしいと思っています。見ている景色は同じなのにそれぞれ感じ方が違う、そんな思いを表現するためにたどり着いた新しい写真の概念。写真っていう分野が紙だけじゃなくてもいいよねっていう考え方になっていったらいいなと思ってます。もっと写真は自由でいいと思っていて、別に紙にプリントされてなくても写真って呼べるんじゃないかって思うんですね。アクリルにプリントしたり金属にプリントしたり、今はもうスマホで撮れたりとかもするし、画面の中でも写真っていうものがあって、現実も写真も世界を自由に見てほしい。だからこそ彼女は一度世界を壊し再構築する。写真の構図ってめちゃくちゃこだわって撮ってるんですけど、なんかそれを一回崩したいんですね。なんだろうっていうのを感じてほしくて、写真ってこうその場所を切り取ると何かわからないんですよね。最初見た時一つの視点だけではなくて、もっと広がりのある見え方ができないかなと。それを見ることによってその人の中に何か気づきができるっていう作品になってほしいです。現実しか映せないカメラで現実では見えない本質を照らし出す、そんな八木優奈が写真に込めた思いとは。もっと一つのことにこうしっかり見るっていう、本質をつかむには多角的な視点を持たないと、それが本当にどういう意味を持っているのかっていうところまで届かないんじゃないか。その表現の幅っていうのが本質的なものを捉えるために大事かなとは思ったりしています。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家上野雄二郎のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。